にちは、プロインタビューの早川洋平です。恋と仕事と社会の Q&A、 イラさん今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日はですね、31歳女性からこんな質問いただいています。ブックトークの方をご覧くださっている方ですね、動画版14回目の映像の途中で、ウォールステッカーが一瞬映るシーンがありましたね。ライフイズスイートという言葉でした。イラさんにとってのスイートの意味はどんなものですか？素敵な質問ですね、この質問が。まだ何ですか、31歳女性からこんなこと言われるとドキドキしますね。そういえばありましたね、あれどこだ、そこに貼ってありますね。いや、だから僕たち、これ日本人全般にとってそうなんですけど、人生って一生懸命苦労して頑張って頑張って何かちっちゃなものを手にするみたいな感じじゃないですか、でもそうじゃなくて、なんか今生きていることを楽しもうっていう意味なんですよね。なので僕にとっては何でもいいんです、本当。例えば、パッて出かけた瞬間、玄関のドアを開けた瞬間、風が気持ちいいとか、それはもちろん美味しいものでもいいですし、デートに行く瞬間みたいなのもいいですし、何でもいいんだけど、なんかスイートなものを大事にしようっていう感じですかね。人生ちょろいよ甘いよってこととはまた違うんですね。違います、違います。人生の甘いところをもっと楽しもうっていう雰囲気ですね、自分にとっては。そうか、でもなんか井田さんぴったりですけど、やっぱり僕らややもすると、そういう本当にちょっとした季節の変わり目とか全くもう忙しく通り過ぎちゃ気づかないですよね、いやだからね、そういう点では日本人は今あまりにも働くことと人生がガチッとね重なりすぎですよ、働くことが人生の全てだみたいになっているので、例えば途端に、退職したら人生の目標がなくなったとか、ずっと家にいてぼんやりしてるみたいになっちゃうんで、その前にやっぱりたくさんスイートなことをこう増やしておくといいんじゃないですかね。でもなんか現実問題として、イラさんの世代もそうかもしれないですけど、昔はこう経済成長してて、猛烈社員で、働くと生きるが、ある意味イコールでも、そこそこ経済的には幸せな時代あったじゃないですか、でも今は何だろう、もうそれはないわけで、でもそこでなんかこう、それでも働くと生きるが結構一緒になっちゃってるっていうのは、これ何なんですかね。いやだから日本人ってみんなと一緒のふりをしないといけないんだよね、みんなが一生懸命働いて働くことが最高だと思っているので、そのふりをしようと思っているうちに、本当にそうなっちゃうっていう、だから周りにやっぱりちょっと影響を受けすぎなんじゃないかな。なのでね、アドバイスとしては、若いうちから趣味を作っておきましょう、3年とか5年に1回ぐらいなんかハマるものを作っておいて、そしたら5年あったらさ、20年で4個か5個できるじゃない、でなぜか知らないけど1回ハマった趣味って時間を置いてまた繰り返しやってくるんだよね、なので4つか5つ作っておけば、年を取った後そこから新しいものを勉強して趣味を作るってすごい大変なので。あ、じゃあちょっと間空いてもいいんですね。大丈夫です、大丈夫です。だから例えばカメラと俳句と鉄道とか、もちろんそこに料理とか恋愛とかでもいいんですけど、そういうのを4つ5つ作っておけば、年を取ってからぐるぐる回していけると思うので。でもちょっと意外だったのが、井田さんから趣味を作るっていうその動詞が出てきたのが意外で、なんか趣味って僕個人的には作ろうと思って作れるもんじゃないっていうイメージがあったんですけど、そうじゃないってことですか？いや、そうじゃないと思いますけどね、なんか感覚でなのかなと思ったんだけど、いや僕20代の半ばぐらいから俳句を作り始めるのがたんですけど、それ俳句がちょっと一時趣味になったんですよ、で今も新しい俳人とか読むの好きだし、その時にはやっぱりその言葉を扱う上で、当時コピーライターをしていたので、俳句は役に立つし、これは自分の趣味にしようと思ってやりましたから、全然みんなもいけると思うんですけどね。でもなんかそういう意味では、その普段からなんだろうな、それも見つけようと思って見つけるのとちょっと違うと思うんですけど、やっぱ感じることとかを忘れちゃってると、何がいいか、何趣味やろうかって言ってもなんか全然心動かなくなってそうな。そうね、それはあるね。それとみんなやっぱり今背伸びは本当にしないじゃないですか。ちょっと背伸びをしておしゃれをして頑張るみたいな。なので趣味はやっぱりね、本当に高尚な趣味じゃないですけど、ちょっと背伸びしてやりましょうよ、若い人の俳句はいいと思うし、経済だったりも面白いし、カメラ、今みんなスマホになっちゃったので、逆にここでちょっと昔のいいデジカメを手に入れるみたいな手もあると思うし、もっと頑張ってほしいよね。確かにそのいくつか趣味を並行してというか持つといいですね、なんか1個だと正直僕もカメラとかもいろいろやるんですけど、やっぱりその時楽しいけど飽きちゃって、いや俺もどうせ続かないんだなみたいに思って。いやだから3ヶ月集中してやって、また次に行ってみたいなので、5個6個あったら断然持ちますよ、でなるべく大きいものがいいよね。大きいもの、そう、
例えばクラシック音楽だったら300年の歴史があるから、作曲家の人生をちょっとずつ調べるだけでも断然持つので、飽きたら次のに行ってまた戻ってくるみたいなことを繰り返していればいいと思います。なんかそんなこと考えてるだけでライフイズスイートになってきますね。いや、なりますよ。それに人生実際楽しくない、うん、やっぱり、ね、まあどんなに辛くてもやっぱ生きてる方がいいなと思うもんね。うん、そうですね、まあ、あんまりねビターと思ってるとビターになっちゃうんですけど、そう、あの日本人全体でちょっとなんかスウィートな人生をみんなで送るように頑張りましょう。でもここで頑張るっていうのも違うんだよ ね、 そうですね。なんかね、その場にいて楽しいっていう時間をみんなでなんか共有したいですよね。楽しみましょうと、うん、はい、はい、この番組そしてメールマガジン小説を過ごす日曜日では、イラさんへの Q&A を募集しています。詳しくは石平.comの方をご覧ください。イラさん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。